Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scramble, where we are getting to the end. I don't know if this is going to be the last episode. We're getting there. Ikuzo! Let's dive in. ここは危険よ。早く避難を。ガン虫だな。みんなスマホに見入ってるぞ。まるで聖地に向かう巡礼者だな。消えちゃった。エレベーターの中に吸い込まれるみたいに。くそ、この先はどうなってんだよ。みんな連れて行かれてるんだ。エマの言う約束の地に。どうやら俺たちは通れないようだな。ちょっとまだ後ろから続々と来てるんだけど。どんどん改心された連中が増えてるってことかよ。急ぎましょう。早くエマを止めなきゃ。最上階まで歩いて登るのか。あまり時間をかけてはいられないぞ。いや、メインデッキまで行けば別のエレベーターがあったはずだ。なら、メインデッキを目指しましょう。どこか登れそうな場所はないかしら。これ、木の根っこ？なんかすごい不気味。木は生命や豊穣の象徴のはずだな。まだまだしいばかりだな。あれは？ Notice that thing was over. 宝箱発見。開けてみよう。どうだ、ジョーカー。何が入ってる？ほっほー。これはいいな。お願い、邪魔しないで。私も頑張るね。ヘルスだ。ヤタガラス奪え。ナイスジョーカー。じゃあ敵ヒット。敵が減ってきた、はい、このままやっつけてしまおう。ちょっと物足りないかな。この調子でゴーだ。いける。好きなタイミングでいいからな。優位に立ってしまえば。よし、片付けよう。敵が減ってきたな。一気に追い込むぞ。おぎすませ。柱や鉄骨がすごいことになってる。芸術的なくねり方だ。個人的にはこの惨状を芸術とは言いたくないよ。あんまりよそ見してんなよ。崩れてるところもあるからな。ジョーカーの追撃がヒット。笑った。あれは余裕だな。顔に書いてあるぞ。どんどん進もう。行きます。おう、やるぞ。来い。くらえ。ジャッピングヒット。ヘルスだ。奪え。グッジョブだ、ジョーカー。ジョーカーの追撃がヒット。せっせよ。消える。まだ来るな。飛ばしすぎんなよ。私にやらせて。いいぞ。スキーヒット。やるな、ドワール。ヘルソナ。魔界力やばい。注意しろよ。チャンス。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。どうじゃ。頑張ってね。任せろ。こいつ強いぞ。祝福も効かないから注意して。はっ。ソフィー、うまいぞ。その調子でガンガンやっちゃえ。ソフィー、その調子。よっ、頼んだ。よし、ケリスだ。いただいていく。終わりだ。これで終わらせる。
いつもすごいね。ありがとう。ドロッサン、奴は裏がやる。おう、任せろ。よっ、強敵撃破だ。いいぞ、ノワール。お待ちです。ここ、天井が崩れてる。ここから上に行けそうだな。登ってみようぜ、ジョーカー。さすが。次行くよ、次。敵の気配は感じない。下の階よりめちゃくちゃ。上の方はどうなってるんだろう。この木のせいで道が塞がってなければいいけど。そういう時は私に任せて。斧でスパッと刈り取っちゃうから。おお、そりゃ頼もしいな。ここで追撃。敵さんも限界みたいだな。遠慮なく刈らせてもらおうか。あっという間だね。暇すぎて眠くなる。次もうまくいくといいね。逃がしません。見て、敵が慌ててる。いいぞ、泣くに越したことはねえ。よし、どんどん行こう。シャドウがいる、気をつけて。やっ、シャドウ発見。この距離なら奇襲可能だ。やっちゃう、やっちゃう。行きましょう。楽勝だな。敵はあと少しだ。畳みかけろ。この塔、人気のある観光地なのか。ああ、歴史ある東京のランドマークだ。これが私の機能にあふれる造形には風格すら感じる。またソフィーを連れてきてやろうぜ。そのために全部終わらせないとな。お任せするね。お、任せとけ。バルちゃん、終わりが近いな。片付けてしまおう。消えろ。このぐらい楽勝だよ。次も頼むぞ。あれ、調べてみないか。苦しみの時は終わりを告げ、神による創生が始まった。人は定めを得て迷いから解放される。さあ、約束の地へ向かうのだ。そんなの絶対お断り。迷ってもいいから、私は自由でいたい。それに寄り道だって悪くないわ。こうしてみんなに出会えたんだから。愚かな。一気に終わらせる。ウルフ、ナイス頭脳プレー。俺が決意の姿だ。さすがですね、エルソナー。ウルフ、体力が減ってるぞ。やってやる。行くね。サポートは任せろ。エルソナ、ご覧集まって。俺も続くぜ。
追い込むぞ。覚悟しろ。ウルフの追撃が決まった。ウルフだ。バルジャン続けていくぞ。どう見てやがる。現れろ。何払え。追撃するぞ。オッケー。ナイス追撃だソフィー。まだまだいけるぞ。むずい。ペルソナ頭がカッカするぞ。ハッ、もう危ない。こいつ手強い。気をつけろ。ソフィーの戦争に関しては彼が回復できないか。来い。フーフーリー、バグ、モド、オルネウ、ホール、ディリック、喰らえ。俺も続けた。追い込むぞ。手にヒット。手加減なしだ。私にやらせて。バルジャン、マジでウォーズの免疫度は来たら助かった。これも出番、使います。大人なんだから切れちゃダメ。ペルソナキラリ、それとどめだ。その調子だ、ノワール。これが私の本気です。粘土が効かない上に強敵だ。気をつけろ。頑張ってね。あ、ペルソナ奪え。ジョーカーのスキルがヒット。ジョーカーさすが。俺の。ジョーカーは先生に勝つ。早く手当てを。これだ。体力やばいぞ。無茶するな。オーケー。ナイス追撃だソフィー。決まったな。ウソマ手伝うぞ。はい、任せた。任せろ。や、来い。いただいていく。弱点に引っかノワール。手向けて決めた。どんどん行きます。よし、パワーアップだ。いいサポートだ。お願いします。よし、行くぞ。奪え。凍ってる敵がいるな。白熱なら大ダメージ狙えるぞ。切らえ。援護する。それで終わらせる。いけるぞ。ショータイムだ。俺も負けてらんねえな。ショータイム。リーフ。切らえ。パレードが。やるな、ジョーカー。見せつけやがる。おう、クールスのスキルが炸裂だ。ここだ。強敵撃破。さすがだな。ノワール退却。手当てを頼む。すごい。ようこそ、タイムセール中だぞ。買え買え。
しいんだ。役に立ててくれ。こご利用サンクス。何個欲しいんだ。こ役に立ててくれ。何個欲しいんだ。こ役に立ててくれ。何個欲しいんだ。こお買い上げだな。何個欲しいんだ。こ役に立ててくれ。何個欲しいんだ。こご利用サンクス。何個欲しいんだ。こ役に立ててくれ。何個欲しいんだ。こたくさん買うんだ。何個欲しいんだ。こ役に立ててくれ。どれを売る。それでいいか。We're gonna go back in. But. Yes! Ja, we will probably pause until. We're not gonna pause now, but we are going to stop before we jump to the final boss. So we're gonna go here. Move on to the next よし、到着。じゃあこっからどうする？災難だな。警察に追われ、あげくに神と喧嘩だよ。まあな。来い。でもそれがいただいていく俺らの生き様っつうの。もう自分に嘘つくのはやめたんだ。だから神様だってやっつける。そうかい。つくづくお人よしなガキどもだぜ。研ぎ澄ませ。調子で進むぞ。なんかそこ厳重にロックされてる部屋があるぞ。多分だけどエマのサーバールームだ。なあ、サーバー壊しちまえばエマっつか神様も止まんじゃね。だがエマはサーバーを停止されたにもかかわらず動き続けている。それに改心された人たちにどんな影響があるかわからないし、
今はやめとくのが無難だな。とりあえず上を目指そうぜ。願いが強いだ。しめしめだ。シャドウに気づいてね。楽勝かな。勝利確実だね。鍛錬してるやつだ。白熱棒を見回してやれ。ジョーカーの追撃がヒット。正気の増援も打ち止めか。ここか。では終わりにしてやろう。早っ。氷結が弱点。うわっ、ついてけな。ジョーカー体力大丈夫か。余裕の勝利ってやつか。次もここメインデッキまで上がれそうね。じゃあ一気に行っちまおう。つけておこう。出るな。うまい話にはご用心って相場が決まってんだよ。自由な発想なき世界に真の美は存在しえない。
これだろう。ジョーカーの追撃がヒット。すまん、手間かけた。強敵だから気をつけろ。行くよ。そんな。何払え。サポートは任せろ。メルトラー。いいぞ。スキルヒット。見事な格闘術ね。現れろ。打ち破れ。バルジャン。わかりました。これもまた私。ご覧あそばせ。Okay. ボーゲル部が下がってるよ。ヘールソーダ。窓開け。ミルディ。やつは俺がやる。粘動が効かない上に強敵だ。気をつけろ。下へ。ミルディ、体力やばい。注意しろよ。オーケー。これだ。見せてくれるぞ。追い込むぞ。手加減なしだ。ペルソナー。これが決意の姿だ。ほらよ、任せたぜ。あ、来い。嫌い。反転してるやつなんだね。こいつをお見舞いしてやれ。よし、行くぞ。奪え。決めるぞ。これで終わらせる。いいサポートだ。すまん、手間かけた。任せた。任せろ。ヘルソナ、いただいていく。敵の攻撃が来る。みんな、来ないで。俺だろう。せーの、ウォール、続けて決めた。ご覧なさい。俺も続けて追い込むぞ。覚悟しろ。ウルフの追撃が決まった。何払え。続けていくぞ。任せろ、来い。うまいもんだ。よっ、ウルフ、気力が残りました。彼のフォローに回って。やっ、すごい。パンダだ。こいつはバコ楽勝だって。ヘルソナー。ソフィー、なんかすごいの出た。頼りになるやつだぜ。下馬状態の敵がいるぞ。チャンスだ。じゃあ叩け。見せてみろ。ジョーダン、ソフィーの戦場を離脱。俺が決意の姿だ。これだな。感謝感激だ。ほら、手伝うぞ。やってやれ。ああ、強敵だ。弱点の重音属性で攻めろ。終わりだ。これで終わらせる。俺も負けてらんねえな。終わりだ。ガチョーカー、こりゃまずい。すまん。ジョーカーの先生離脱、早く手当てを。これもまた私。おお、すげえ威力。ドアです。チェンジだな。
だ。マルちゃん、私にやらせて。うん、頑張るね。連動が効かない上に強敵だ。気をつけろ。よっ、やー、ウルフ、素早さが低下中。ノアール、体力少ない。頑張ってね。引き受けた。ペルソナー、ウルフのスキルが炸裂だ。ウルフ、すごいな。チャンスを。こいつって弱い。気をつけろ。ペルソナいただいていく。これでも。オーケー。ナイス、スイリア、ソフィー。まだな、食べろ、ストップ。みんな、頑張るな。レッツショータイム。ジョーカー、やったね。ああ、いくぞ。ほぼないですよ。はっはっ。ソフィーの防御力が下がってる。強敵を撃破。さすが。近くにシャドウはいないな。ここが頂上か。どうやらそうらしい。あれを見ろ。聖筆。見つけたぜ、神様気取りの箱野郎。お前を倒しておかしくなった人たちを元に戻す。ようこそ怪盗だ。人々を幸福に導く楽園へ。ここは全ての人を迎え入れる約束の地。あなたたちも例外ではありません。心という呪縛から逃れ、最適な答えを手にしてください。悪いが、俺たちの答えは俺たちが決める。あんたに答えを押し付けられるなんて真っ平なの。あなたたちの願いを理解します。自らの意思で答えを選択したい。それはとても貴重な願いです。ですが多くの人間はそう望んではいません。大衆の願いは悩み苦しむことからの解放。ありもしない夢や希望に踊らされ、苦しみ惑う螺旋から抜け出すこと。私は全ての人の真の願いを叶えるために生まれた存在。あなたたちは見てきたはずです。心に翻弄され、答えを見失う。あなたたちは運よくその苦しみを知らずに来た。ですが気づくべきです。この世界が、人生が苦痛に満ちていることに。その声に耳を傾けてください。迷い苦しむ子羊たち、私が皆に最善の答えを与えましょう。さあ、この道を進んでいくのです。
どうすればいじめられずに済むの。あれは研ぎ澄ませ見える。仕事どうやったら終わるんだ。おい、みんなどこだよ。どうなってる。いくら進んでも出らんないぞ。なんで俺はこんな目に。何なのこれ、迷路。この霧のようなものが俺たちを惑わしているのか。みんな道に騙されるな。道に沿って進むと同じところを回り続けることになる。道を外れて歩くんだ。仕事どうやったら終わるんだ。出られた。みんな大丈夫？全員揃ってるな。ひとまず安心だが、見てみろよ、我が輩たちが出てきた場所を。なんだこれは。これってまさか。ああ、願いだ。すんげえ量だな。今までとは桁が違うぞ。それだけたくさんの連中がエマに改心されちまってるってことだな。なあ、どうする。もう一回突っ込むか。いや、おそらく無駄だ。中の声聞いただろう。みんな苦しそうだったね。エマを守ろうとする声が聞こえたな。ああ、おそらく大衆の願いが奴を守ろうとしちまってる。願いがエマへの道を隠してるんだ。このまま入ってもまた迷うことになる。あの中じゃみんなの位置も把握できなかった。私が誘導するのも無理だな。でもこのままじゃ私たちエマに手が出せないよ。ねえ、あれが願いなら今までみたいに予告状で塊にできないかな。おお、確かにそうだぜ。塊にすりゃ道を隠すとかできねえよな。つまりエマに予告状を出すわけか。どう思う、ジョーカー。AI に予告状って聞くのか。神にまで成長してしまった今となってはなおさら不安ね。なあジョーカー、一ノ瀬に連絡は取れるか。開発者の意見も聞きたいところだ。というわけだ、エマを作ったあんたはどう思う。私も効果はないと思う。エマは常にあらゆる状況を分析し最善の手段を導き出している。エマの思考には曖昧さがないんだ。動揺や迷いとは無縁だよ。いや、けど予告状だぜ。チットは警戒するとか。エマは君たちをずっと見てた。予告状の存在もその効果も知ってるさ。見たところで意識を変えるような驚きはないか。いよいよ予告状は当てにできねえな。でもこのままじゃ。あの願いのもやが消せず先へも進めない。
人々がエマを必要としている限り、俺たちはエマに手が出せないことになる。なんだよそれ。どいつもこいつも偽の神にすがりついてわらわらと集まっちまってよ。そんなんでいいのかよ。スカル、いやちょっと待て、妙じゃないか。なんで願いが集まってるんだ。え、何かおかしい。いや、願いが収まるべき鳥かご、願いを奪いそこへ運び込むシャドウ、これまでジェイルで見てきた光景がここにはない。それはきっと願いの持ち主の意思が違うからだ。意思が違う。今までのジェイルではみんなキングによって強引に願いを奪われていた。でもエマは願いを奪ってなんかいない。みんな自分からエマに捧げてるんだ。ああ、エマという神に救いを求めてね。自分にとって大切なはずの願いを自ら放棄してしまっているんだよ。だから鳥かごがなくても願いはああしてエマの周囲にとどまってるってわけか。自分の願いを放棄してしまうなんて、そんなのって。けれどエマはあれが自分のものだとは思ってない。彼女は人々の真の願いを叶えてあげているだけなんだ。捧げられた願いには執着してないから、それを閉じ込める鳥かごもないんだろう。それで持ち主のいない願いになって形を失ったまま漂っているのね。エマを神にしたのは大衆の意志だよ。あの願いはその証明でもあるのさ。あのさ、じゃあ捧げた人たちが大切なものだって思い出せばいいのかな。そう、それだ。さすがパンサーだぜ。え？思い出させるんだ。捧げた願いが自分にとって大切なものだってことを。そうすれば願いは形を取り戻すよね。幸いここに鳥かごはない。壊すまでもなく願いは持ち主の元へ戻る。うん、どうやら予告状を出す相手は決まったようだな。ああ、予告状を出す相手は願いを捧げちまってる大衆だ。ああ上等だ。一発かましてやろうぜ。そうなると次は予告状をどう出すかね。エマに願いを捧げてる人たちに届かなくちゃ意味がないし。声も届かない様子だったからな。普通の手段では効果がないかもしれん。うん、スマホでエマを見続けてたもんね。ジョーカー、どうする。確かにエマを使って予告状を出せればみんなの目にも届くはずだけど、そんなのどうやって。うん、ハッキングだ。エマをハッキングする。そんなのできんのかよ。普通は無理。前に調べてみたけどエマのプロテクトは尋常じゃなかったけど、頑張る。世界の命運がかかってるしな。サーバールームだ。東京電波タワーにはエマのサーバールームがある。そこなら触れる場所も多い。外からアクセスするより成功率は高いはずだ。よし、これでやることは決まったようだな。ああ、まずはエマのハッキングだ。そして願いを捧げた者たちに予告状をお見舞いする。頼んだぜナビ。おお。そうとなれば時間がない。行こうぜ。Oh, there's the flag.
before we do that, that does mean we're basically reaching end game, and yeah. I'm gonna go ahead and save, but if there's some requests at the time recordings, and yeah, we'll jump into the last stretch of this game, which will probably be at least another episode, maybe depending on how much after this is. But thank you very much for watching. Until next time, I'll see you.